ご案内してるんですけど、今日は私が前座でですね、1時間弱ぐらいで、立憲民主党のですね、2019年の税制改革要望重点事項とかいうやつをですね、ちょっとコメント解説をしたいと思っています。具体的にはこれですね。これ民主党、立憲民主党のホームページにあるやつを私がダウンロードしたんですけど、これについて実情的にちょっとお話をしたいと思ってますが、でそれに関連してですね、ちょっと推薦図書をご紹介しておきます。でまず一つ目がですね、新しい本です。消費税が国を滅ぼすっていうことですね。で文春新書、お書きになったのはですね、富岡幸男さん、90歳を超えてると思いますが、日本の税制学者の中では今のところ第一人者だと思います。で実は富岡さんはこの前にですね、税金を払わない大企業っていうのを同じく文春新書でお書きになっていて、これが第2冊目になりますので、でこれもなかなか、私は途中まで今読んでるんですけど、なかなか迫力のある本ですね。おすすめしております。それからもう一つはですね、この方も有名になりましたけど、松尾忠さん、立命館大学の先生ですね。左派リベラル派が勝つための経済政策作戦会議って、これ薄っぺらいもんですけどね、でこれは書いておられますので、これもおすすめできるんじゃないかなというふうに思います。今まで私がここの場で、ずっとお話ししてきた反緊縮政策についてのエッセンスをお書きになっていると思いますので、以上おすすめしておきます。ただ内容については私とちょっと見解を異にするところもありますので、私がこれ読み終わりましたらまた批判的コメントもさせていただきたいと思っています。それからもう一つ最後ですね、これはもうだいぶ前にご紹介したんですけど、中野武史さんの、本、お書きになった本で、2冊、こっちが基礎編で、こっちが発展編というか戦略編と書かれています。奇跡の経済教室というものですね。中野武史さんって元経済産業省のお役人だった若い人なんですけど、この本は割といわゆる反緊縮政策を含めてですね、経済政策を手っ取り早く知ってしまうには非常に優しく平易に書かれていて、かつなかなか鋭いことを書いている本なんですね。でただしですね、大雑把な言い方を申し上げると、80% 正しくて 20% 間違っています。でその2割が間違っているところがどこなのかっていうのを、次回と次次回で私の方からご案内をしたいと思っています。で実はこれのですね、一番最後のところに本当にラッキーなんですけど、本書のまとめで箇条書きにしてくださっているので、中野さんですね、これを使って私の方からこれについての解説をしたい。これ次回と次次回2回に分けてやりたいというふうに思っております。でも8割は当たってる本ですので、まだお読みになってなければお読みになるといいと思います。で読んじゃいけないのはですね、いわゆる大学にいる現代経済学とか近代経済学とかやっている先生たちの本、特にリフレアだとかですね、マニタリストとか近代経済学者とか言われている人たちの本は、お読みにならない方がいいです。はっきり申し上げて、何一つまともなことは書かれていませんので、あんなものを信用するとですね、ひどい目に遭うというふうに考えた方がいいと思います。でその先生たちがよく出てくるのがテレビであり日本経済新聞ですから、そういう人たちなんですね。じゃあすいません、6時になりましたので、川田先生お見えになるまで40、50分ぐらいでザーッとやってしまいますね。でまずこれをちょっと見ていただきたいんですけど、この一番上はですね、このセミナーの旗印みたいなものですので、これオルタナティブの2波を目指してっていうことなんですが、これ単に勉強会っていうことではなくて、政権交代を意識した勉強会だっていうことだけをちょっと申し上げますね。それで今日はですね、私が立憲民主党さんの税制政策についてですね、少し批判的なことを申し上げます。で、したがってですね、ひょっとすると誤解をされるかもしれないので、私の立場をもう最初に申し上げておきますので、それここに書いた通りです。で、一応改革主義的無党派主義と私は言っていましてですね、一応その今の政治はひどいので、これをきちっと改革をしたい。だけれども規制政党、それから規制政党でないその新しい勢力 も含めてですね、どんな党派であれですね、私はそれに属さないで距離を取ってですね、
おかしいなと思ったら遠慮なく言わせていただく、こういう立場ですので、したがって立憲民主党さんにも物申します。で、必要ならば共産党にも物申したいというふうに思っています。それで、じゃあお前の支持政党ないのかということなんですが、ございます。で、市民と野党の共闘に協力をしていただいている政党については全て支持しております。したがって私は立憲民主党の熱烈な支持者です。これ誤解のないようにぜひお願いしたい。それから社民党、それから共産党、緑の党、この辺は私の支持政党です、ね、で、国民民主党だけはちょっと留保がつきますけど、国民民主党の中で、市民と野党の共闘に協力的な議員さんについては私は支持をしております。まあ、そんなことですので誤解のないように、今からちょっときついことを言うのでですね、あいつはひょっとすると立憲民主党に敵対しとるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、決してそうではないということを最初に申し上げております。それからですね、まあ、前座というかベースになっている考え方なんですけど、今まであの税制についてはですね、3回ぐらいここでやってきました。それで、これ私のブログなんですけど、これ今までですね、このチョボゼミとか新チョボゼミっていうのでやってきたやつのバックナンバーで、その報告ですね、録画がほとんど入ってますけど、それずっとやってきましてですね、でこれのこのブログのサイトの一番下の方にですね、この辺です、この辺に経済政策から始まって、いわゆる税制問題、税制改革が目指すべき方向とかいうので今まで、まあ、7月から始めて3回ぐらいやっております。なので、まあ、初めてお目になった方は、まあ、これでもご覧いただければ、私の考え方をご理解いただけるかなというふうに思います。で、それをですね、本当にもうエッセンスだけ簡単に箇条書きしたのがこれなんです。で、もう一言で言って、今の日本の税制ってどこがおかしいんだと。で、私から言わせるとですね、おかしいところの話じゃないんですよ。もう徹底的に歪み切っていて、この税制をそのままにしておいたは絶対ダメだと。これも変えないといけない、抜本的に変えなきゃいけない状態になってますよっていうことですね。で、それ どこがっていうことなんですけど、それ3つあります。で、1つは大企業が税金を払わない。で、それはですね、先ほど申し上げた富山さんの本ですね、これの本の一つ前、税金を払わない大企業っていう本がありますから、それを読んでください。私よりもそちらの方が記事と書いてあります。固有名詞でバシッと書いてあって、今から 3,4 年前に出たんですけど、大騒ぎになったんですよ、出た時にね、大騒ぎになった。それから2つ目、税金を払わない大富豪、金持ちほど税金払っておりません。で、これはもうかなり明らかになってきていて、大体1億所得額が1億2000万ぐらいのところがピークで、税の負担率のピークで、1億2000万を超えてどんどん所得が増えるにつれて税負担率は下がっています。で、なんでこんなことになるのかっていうことなんですけど、これはまあ明らかで、後で立憲民主党の税制に出てきますけど、金融所得については分離課税なんです。分離課税っていうのは、それ以外の所得とは切り離して、その金融所得についてだけは 20% の税率でいいですよということになってるんです。だから本当だと10億とか50億とかって所得になると、おそらく所得の税率っていうのは 40% とか 45% になるんですけど、そういう人であっても金融所得について、金融資産から来る所得については 20% でいいですっていう特例を作ってあって、それがあるもんですから、所得が増えれば増えるほどどんどん所得の負担率が下がる。つまり税金を大富豪は払っていない。で、しかもそれは表に出てるお金です。で、この人たちっていうのはどうも財産を隠している可能性があって、その隠し財産まで入れるとですね、かなりの金額を納税回避または脱税している可能性があります。つまり所得を払っていない。で、それは所得税だけじゃなくて相続税もそうだっていうふうに考えてほしいですね。この話ももう前やりましたけど、どうでしょうね、日本で1年間におそらく数十兆円の相続が行われていると思いますから、だからそれに対してまともな相続税をかけていれば、おそらく10兆円、少なくとも10兆円近い相続税というのは毎年上がってくるはずなんだ。ところが相続税額というのは、その大蔵省、財務省のホームページ見ていただくと分かりますが、毎年2兆円ぐらいでずっと横ばってる。おかしいですよ、毎年その大富豪たちの資産というのは増えてるわけです。はい、
としてですね、増えていく。にもかかわらず毎年相続税額は2兆円でベターって横ばってる。これも明らかにおかしいわけですよ。だから所得税だけじゃなくて相続税についても私の推測は10兆円以上の税収が毎年あってしかるべしと思ってるわけですけど、それがないということはですね、おかしいというふうに言われる。これが2番目。だから3番目、これほとんど言ってる人いないんですけど、外国企業が日本にやってきて日本で営業をして利益を上げたそのお金についてはこれ日本源泉所得って言うんですけど、日本国における源泉所得についてはその源泉の所得の源泉となった国に税金を納めるというルールになってるわけです。これをほとんど納めていない。これこっちはですね、これの比じゃないですよ。こっちはまだ例えばこれだったら2割を納めてるとかね、こっちだったらまあ 10% ぐらい納めとるんですけど、こっちはほとんどゼロに近い状態です。でこれが今ですね、半年ぐらい前から騒ぎになってきたのがいわゆる GAFA って言われてるね、 GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon、 あれはまあ代表的な企業ですからね、 IT の代表的な企業なんですけど、彼らが日本で営業してもですね、ほとんど日本に税金は払っていません。だからこの3つですね、この3大歪みっていうのをですね、もういい加減にしろという話なんです。きちっとやれと、これがまあポイントだというんですね。でこの3つに共通しているのがタックスヘイブンと言われているんですけど、まあ、この話ももう前回前々回やってますので、見ていただければと思います。これは3つがこの下にベースとしてあるということ、こういうものを利用して納税逃れをしているということです。築城的にですね、時間がなかったら次回に行きますので、ゆっくりやりますのでね。お手元にこの丸写しの A3 のやつがあると思いますので、そちらをご覧になるか、まあ、これご覧になるか、どっちでも。でまずですね、総論的なことをちょっと私がそこに書いておきますので、まあ、立憲民主党さんにとってはちょっと見るのを聞くのが辛いかも。一応こう4つ書いておきました。で総論ですね、総論としての私の評価ですね。内容がちょろい内容がちょろいっていうのはですね、ちっちゃい、スケールがちっちゃい。でそれは何と比べて小さいのかっていったらこういうことです。本来所得もあり資産もあり、税金をしかるべき金額、国に納税をしなければいけない人たち、企業がほとんど税金を払っていないのに、消費税を増税して我々貧乏人から吸い上げようとしていると、おかしいではないかと。それに対して野党第一党である立憲民主党がどうして堂々とおかしいというふうな税制改正の要望を出さないのかというのがですね、まず私が一発目に言いたいと思います。それで立憲民主さん の名誉のために申し上げておきますと、後で見てもらいますけど、丸には入っています。丸には入ってるんですよ。だから丸1と丸3が入っていません。でこれは後で見ていただければ分かると思います。これがまず一つ。それでこういったものが入っていないのはなぜなのかっていうことなんですけど、これはまあ聞いたことがないから分からないんですけど私はまあ作為的に外したというのもあるかもしれないけど、どちらかというと不勉強なんじゃないかというふうに思います。税制の仕組みとか、それがどのように使われておかしいなところがどこにあるのかということについても勉強はあんまりしてないと、立憲民主党の議員たちは。で安きに走って消費税を増税することに走ってる。でその増税を理屈づけるためにこういった不勉強のままをほったらかしにしてですね、いや政治というのはですね、痛みを伴うことを国民に理解させることだとか、なんとかね、そういうなにわ節の出来損ないみたいなことを言っているというやつもいるわけですよ。前原みたいなね。だからそういうことじゃなくて、もうちょっとしっかり勉強していただけないかっていうふうに僕は思いますよね。それから先送りしてる、要するにこういうのって大変なんですよ、やろうとすると。まあいわゆる小泉さんの、小泉純一郎氏の言葉で言うと抵抗勢力は生半可じゃありませんからね。だからやだな、ちょっとそれ問題あるのは分かってるんだけど、ちょっともうちょっと先でやるよっていう送ってる可能性もあると。で真剣に伝えないということなんです。だからまあちょっと非常にきつい評価なんですけど、私はあんまり悪意は感じていないと。だからまあ善意に解釈すると、今それをね具体的に打ち出す時ではないっていうふうに思ってるのかもしれませんよね。
一応2だけは入ってますからね。だけど、まあ、これから政権取っていこうっていう野党の党からですからね。だからちゃんとこういうものをですね、勉強してですね、早く細かいことはいいんですけど、早く大まかな方向でどうするのかっていうのを打ち出す必要があるというふうに思います。それから2つ目ですね。でこれはまあちょっと共通してるんですけど、減税はなるべく使わない方がいい。でこれじゃあどうするのって言ったら、交付金に変える。交付金ある補助金とか交付金とか、要するに減税っていうのは税を取るところで税を払わなくていいよってやるのが減税ですよね。そうじゃなくて、税としてはいただくけれども、必要ならばその税を払った人に補助金ないし交付金として別途国庫金を差し上げますという形にした方がいいということなんです。なぜか、まず一つはですね、所得のない人にとっては減税は意味がありませんから。そうですよね、税金を納めているから返ってくるわけです。税金を納めているということは、それなりの所得がなければ税金を納めなくていいわけですから。だから税金のない、つまりは貧民にとっては、我々私のような貧民にとっては減税というのは無縁な。それで実は日本のですね、中小企業の半分以上が所得ゼロないし赤字なんですよ。だから法人税減税というのは中小零細企業の大半にとっては何の意味もないんですよ。わかりますよね、何の意味もない。だって赤字なんだから、毎回、まあ、ものすごい大きな赤字だったら潰れてしまいますけど、少しなんです。でそれを例えばオーナーが補填してやってるとかですね、そういうことやってるので、だから減税というのは所得がないと意味がないので、なるべくこういうやり方は使わない方がいいというのが一つ。それからもう一つはものすごく不透明なんですよ。一体どういうものについてどんな審査をやって減税を認めているのかわからない。この典型がですね、研究開発費に対する減税です。で研究開発費減税というのはですね、要するに研究開発費を経費として落としていいですよ。本当はですね、利益の中から払うべきなんだけど、それを経費として落としていいということですから、今まで100あった利益、研究開発費が50あるからといって50にしてしまうわけですよ、課税対象ですね。こういうのを、まあ、研究開発減税というふうに言ってるんですけど、だけどその金額たりはですね、年間6000億とかですね、ものすごい金額です。だけどじゃあその減税対象というのは研究開発の中身って一体何なのと、これ一回も今まで説明なんかされたことないでしょ。なんでしょう。だから不透明なんですよ、減税を使うということですね。だからそうじゃなくて、一旦その企業さんにはその払ってもらいましょう、そんなその研究開発減税なんかやめて、そして研究開発がに減税が必要だ、奨励が必要だっていうなら、それ改めて研究開発に対する助成金として出していけばいいんです。でその助成金をやるときに、どんな研究対象ならば対象にするとかですね、その審査を公開して公正明大な形でやっていけばいいわけです。ところがこれを減税でやるとですね、わけわからなくなっちゃうんですよ。ブラックボックスっていうかベールにかかっちゃって非常に不透明なので、やめた方がいい、なるべくやめた方がいい。これ全部やめてしまえとは僕は言いませんけど、なるべくやめた方がいい。それから3つ目ですね、現状認識が不足しているんじゃないかと。これはまあこっちとまあ裏腹の関係なんですが、応納負担原則っていうのをもっと強く意識してちょうだいと。で応納負担原則の反対にあるのが応益負担原則ってやつ。応益っていうのは、あなたその行政から利益受けてるでしょ、その利益に見合う分だけ払いなさいっていうのがですね、応益負担原則なんです。だけどお金ない、私なんかお金貧乏人だから取らないでよって思うわけですよ。だから税金も同じで、やはり所得のある人、資産のある人から相応の負担をしてもらう、所得が多い人、負担が多い人はたくさん税金を負担してもらって、ない人はほとんど負担しないか、逆に負の所得税といって還付金か応付金でもらっていく、そういうふうな応の負担原則の税制っていうのを作ってほしいというのが3番目です。でこれについての認識が不足してるんじゃないかと。どれだけ苦しんでるか知ってるかと。でその例がですね、消費税です。でこれ山本太郎君も、まあ、先ほど VTR で、まあ、だいぶ言ってましたけどね。で、まあ、よく言われてるのは逆累進だ、これはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、だけど実は消費税の決定的な欠陥は逆累進というよりもですね、
価格転嫁ができないってここに僕はあると思います。これ斉藤隆夫さんが強く言ってることなんですけど、これ何のことかっていうと、日本の企業っていうのはですね、大体系列化されてるわけです。大企業が上にいて、その下にこう系列になってるので、自分が作ったものっていうのはですね、その系列を上に上がっていくように売っていくわけです。ところがその系列っていうのは上の方が力強いので、消費税を上げられてもですね、その消費税分を価格に転嫁できないんですよ。ね、おめんとこ消費税取るの俺からとか言われて、あそうとか言って、それ以上言わないんですよ。冷たい顔してですね、睨みつけられて、で次行ったらですね、ちょっと今月いいわとか言われたらですね、まあ、消費税転嫁できませんよね。つまり日本のですね、その産業構造の中では消費税というものは価格転嫁できない。零細中小弱い立場の企業体はできません。しかしその中小零細の中に日本の働く人たちっていうのは7割とかですね、働いてるわけです。自分の働いてる企業が価格転嫁できないで消費税で首が絞まったらどうなるかというと、そこで働いてる人も当然首が絞まるわけです。わかりますよね。だから消費者から見た逆累進というところよりもですね、むしろ生産者から見た消費税の価格が転嫁できないというところの方がですね、決定的に重要で、つまり消費税がなぜ悪かっていうのは、これは付加価値税というスタイルを取っているから悪なんです。これも前言いましたですね、繰り返し付加価値税というスタイルを取っているので消費税は悪だということ。それからもう一つ、これもあまり言われてないんですけど、2023年の10月からインボイスが始まります。インボイスって仕入れ先にですね、売り先に対してこれこういうの売りましたって、そのインボイスを作らなきゃいけないんですけど、このインボイスを作れるのはですね、いわゆる課税業者だけなんですよ。そうすると売上1000万未満の零細業者っていうのはですね、インボイスを作れません。インボイスが作れないということは、仕入れた側の企業から言うと、インボイスが来ないので仕入れ税額控除ができませんから、じゃあそんなあの企業からもう仕入れない。こうなる。そうするとこのインボイスをあの出せない1000万未満の零細業者というのは潰れていく可能性が極めて高い。だからこれ今大騒ぎになってますよ、零細企業の中にこういう問題がある。これ一言も出てないので一見もしたので、一応まあこの4つ挙げておきますので、これがあの総論的な話ですね。で一応まず最初のところですけど、この3行目のところですね、これ新たな価値観や生き方に即したバランスの取れた真っ当な税制、この表現ですね。で僕これ気に入らないんですよ。で真っ当な税制はいいんですけど、この新たな価値観や生き方に即したバランスとか言ってる時かと、違うと認識が、こんな結構毛だらけのね、ルンルン生活を送ってる人間が日本にどれだけいると思ってるのということです。だから表現変えてもらわないといかんなと。不公正税制と消費税の押し付けによってですね、生活苦に追いやられてる人が一体いくらいるか、そこに着目をして、まずは応能原則に従って然るべき所得のある、然るべき収入利益のある企業や大富豪、富豪からですね、きちっとたくさんの税金を納めてくれと言ってるんではなくて、普通の税率でもって納めてくれる仕組みを作ると、そういうふうに書き換えるというふうに僕は思います。それが一つですね。で次です、消費税率の引き上げについてと書いてあるんですよね。で消費税率の引き上げは行うべきではない、そのとおりです。で法人課税、金融所得課税などの抜本的な見直しに着手すべき税目は多く、そのとおりなんですよ。だから一応書いてあるわけですね、まあ、その3はないんですけど、1は一応書いてはあるんですけど、具体的なこと何も書いてないんですよ。だからこれは一種の先送りっぽいんですよね、言ってるだけ。こういうのはあの大阪で風呂の釜って言うんですよ、言うだけこういうのかね。で見極めた後消費税の在り方については議論すべきであるというのはまあいい。だからまあ物手を挙げて消費税増税には賛成せんよ、こういうのですね。
でこれを書いたのはですね2019年の春4月頃なんですよ、刑務所がね。だからまあその時はまあこれで僕はいいと思うんですが、今はですね山本太郎君が声かけてますよ、市民と野党の共闘。彼の大黒柱はですね消費税率の引き下げ 5% です。まあ林ってもうちょっと先だと思うんですけど、 5% への引き下げを早く合意して、立憲民主も国民も自由、まあ、自由となくなりましたけど、社民も共産も、共産はまあ合意したみたいだけど、早く合意して市民と野党の共闘をガチッと組んで、いつ衆議院選挙があってもいいように体制取ってほしいと。だからこれだとちょっと弱いんですよ。弱い。引き上げを行うべきではないっていうのはもう終わっちゃった、引き上げられちゃいました。だから今度は引き下げですよ。 5% 引き下げました。そしたらね、福山さんあたりが 8% だよとかなんか言ってるみたいです。差し当たり8に戻すことかなと。どうしてそういうところで値切るのかなと思ったんで、この前も最低賃金、ほとんどの前野党さんは1500円目標って言ってる時に、また福山君が1300円とかなんか言ってるわけですよ。ねえ、誰か近しい人いたらちょっと蹴飛ばしてください。そんなところで値切ったってしょうがないんですよ、ということです。だから引き上げを行うべきではないから 5% へ引き下げろで野党は統一してほしいというのが一つですね。から2つ目、消費税率の引き上げに伴う対策についてとあって、まあ、これもここに書かれている通り、いわゆる、まあ低所得者向けのいわゆる、まあ、逆累進に対する対策としては全然ダメですね、その通りですね。これはまあ私が特に詳しく申し上げないって言ってなくていいと思います。でここですね、早急に給付付き定額控除など逆進性に十分な効果を発揮できる措置を講じるべきであるという、この給付付き税額控除ってあるんですね。これキーワードですね。はい、母さん誤解に飛びになってるんですけど、それでですね、この税法上のですね、この控除というのはですね、これはですね、これこれじゃなくて、一番ベーシックのは所得控除、それからその次にあるのが税額控除、そしてここにある給付付き税額控除というのがこのまあ3段階なんです。で、まあ、これ立憲民主党も前の民主党の時もそうでしたけど、所得控除というのはですね、これは不公平だと。わかりますか？なぜ不公平なのか。所得控除というのはですね、所得の多い人も少ない人も同じように控除しますね。例えば基礎控除とか言って50万とか100万とかね。ところが所得の多い人っていうのはですね、税率が高いんですよ。所得の低い人っていうのは税率が低いですから、実際に払う税金から言うと、所得控除の場合は所得の高い人の方がたくさん控除してもらえるわけです。要するに税金をたくさん安くしてもらえる、こういう仕組みになるんです。なので所得控除をやめて税額控除にしましょうというのを、まあ、前民主党が言ってたわけで、それがまあ引き継がれてるんですね。でさらにですね、さらに私が先ほど言ったように、その減税とかいうのは所得がないと税金払ってないんだから関係ありませんでしょうと。だから所得のない人にどうするんだって言った時に給付すると、要するにマイナスの所得税を、まあ、お支払いしますってことですね。そういう仕組みにすべきだっていうふうに言ってるわけですね。よろしいと思います。これでこの方向でいいと思います。でさらに言うと、その税に絡めずにちゃんと生活保護とか、要するに直接給付、こういう税に絡めるんじゃなくて直接給付で、そういうその生活の苦しい人に交付金を払っていけばいいんじゃないのかと。その直接給付も現金でパッと渡す方法もありますし、例えば住宅ですね、家賃の補助とかですね、いろんな払い方もあるので、こういう税金のところでやるよりも、そういう形でやった方が私はよりいいのではないかっていう、はい。それからその次ですね。3番目は、これまた消費税の関係ですが、医療機関における控除対象外消費税についてと書いてあります。これはですね、医療機関というのは非課税団体なので、非課税団体というのはその消費税払う必要はありませんので、消費税払う必要がないから仕入れに関する税額控除も受けられないんです。とどうなるかというと、
仕入れについてはその医療機関が最終負担者になってしまう。わかりますよね。なのでそれを勘弁してくれと医療機関はもうずっと前から言ってるんですね。でそれを実現しましょうというのがこの3です。よろしいと思います。以上がまあ大きな話ですね。それから2番目ここですね。でこれがまあ私が最も評価している部分なんですけど、格差是正に向けた金融所得課税の抜本見直しをやれと。これ先ほど言ったことです。金融所得の分離課税をやめて総合課税を持ってきなさいと、そういうことですね。でここですね。これダメです。総合課税にしないと。これ まだねこういう逃げ道みたいなの作って税率の引き上げとか言ってるんです。でこういうのってしよくないと思ってるわけです。今先ほど言ったようにですね、金融所得の分離課税の税率は 20%、 少し前まで 10% だったんですよ。少し前まで 10% だったんですけど、最近まあ20に戻ったんですけど、その 20% でも低すぎますから、これ引き上げてですね、引き上げましたとか言ってやっぱり政治的成果のように言っていくらに上げたんだったら25とか、こういうのってダメなので、基本的にですねここ総合課税他の所得と合算をした上で申告してこいと。そしてその申告された総所得に応じた税率の税金をちゃんと払ってください。当たり前のことなんです。だからこれはいらない、税率の引き上げはいらない、これは逃げ道になるからいらない。その次、暮らしと環境の両立を図る税制で、今度右の方へ行きますね。皆さんのやつで言うと右の方だと思います。地方の足を奪わない簡素な事業者関係税制とありますが、これはですね、ここはちょっと別ですよ。ここはちょっと別にして、ここは私は全部×です。全部×それでこの21世紀でですね、その内燃機関をですね、その何ていうんですかね、生産奨励するような、この狭い日本でですね、まだ自動車普及させるようなですね、こういう政策っていうのは基本的にもうやめないといけないですよ。エコカー減税もそうですよ。車の税金を負けるなんてこと考えるなということです。で唯一ですね、自動車税に関して唯一私がですね、これだけはやってほしいっていうのがあるんですけど、それはなぜか、何かっていうと、 TPP 交渉に入るときアメリカから言われてですね、日本の軽自動車は税制上の優遇を受けていると、アメリカから言われてですね、別に優遇なんか受けてるわけないんですけれど、言われてですね、その軽自動車の税率を一般の普通自動車並みに引き上げてるんです、今から数年前に。それを元へ戻せと。でこの軽自動車の税金をですね、上げるときに、あの、鈴木のね、あのおじいちゃんが劣化なことを怒ってましたから、だからそれは元へ戻せと。それだけは言っておきたいという。でもそれ以外 その自動車に関係する税緩和、税を軽くするような動きっていうのは全部ない。やめろ。じゃあどうするんだ、地方の足ってどうするんだ。それは公共交通を復活させるんですよ。地方における公共交通をきちっと再構築すると。でおそらく最初はですね、赤字からスタートしていきますから、その赤字のところに、こんなところにですね、税金を突っ込むんじゃなくて、これトヨタのためだろ、日産のためやっとるだろお前っていう、僕から言わせるとね、そうじゃなくて公共交通を地方において復興させる、復活させていくためにお金は必ず最初の間いりますので、それに使ってほしいということです。からこの下の方は、これはまあいわゆるまあ障害者とかの話なので、これはまあ、あのよろしいのかなと思いますね。それからその下ですね、生態系を生態系の保全を進まれているのが新たな税制ということで、これもですね、一見するとこれ良さそうに見えるんです。森林環境で入れてって、もう入れましたよね、森林保全系ね。で、これ肝心なことが抜けてるんですよ。肝心なことって何かというと、日本の林業政策抜本的に見直せって話です。で今の林業政策を前提に、いくら森林環境税なんか入れたって山はちっとも良くならない、むしろ荒廃が進むだろうっていうふうに思います。でこの話はまたどっかで私がやりますから、簡単に言うとですね、人口って人の口ですね、人口、単一樹種、針葉樹、単層林、もう一回言いますよ、人口、単一樹種、樹種が一つしか
で針葉樹、つまり杉とかヒノキの林と乾燥林というのは開伐するってことです。乾燥っていうのは40年経ったら全部切る、全部切らないで拓伐するとですね、乾燥林にはならないで副草林になっていくんです。だから今言ったですね、人工林であり単一の樹種の杉ヒノキばっかりであり針葉樹しか植えないで、しかも開発をしていると、この日本の林業、戦後林業の在り方が日本の山をボロボロにしているということをですね、早く気がつけと、こういうことなんです。で、そのアンチテーゼは何かというと、人工に対しては自然林、あるいは自然林、あるいは天然林をですね、もうこれ以上切るな、人工ではない天然林を大切にしろ、それから単一樹種ではない混交林、混ざった山で、それは針葉樹と広葉樹が混ざっているような山をしかるべきところに復活させなさいっていうのが、単一樹種ではない、それから針葉樹ではない、日本のですね、北海道を除いて日本の風土に合った樹種というのは針葉樹ではありません。日本の風土に合っている樹種というのは広葉樹または照葉樹、照葉樹っていうのは常緑の緑って書いて照葉樹林って言って、有名なのは宮崎の綾町ですけど、照葉樹または広葉樹、これが日本のですね、風土に合ってる、土地に合ってる樹種なんです。これを戦後一貫してですね、伐採をして天然林も含めてめった切りにして、そこへ全部杉とヒノキ植えた。そして植えたはいいんですが、ほったらかしにしたから爪楊枝みたいな林が日本国中至る所にできている、こういう状態です。わかりますかね。で、海抜、海抜やったら丸裸になっちゃうんですね、山がね。で、しかも、まあ、去年、いわゆる森林法を改悪してですね、この大規模海抜ができるように、法律を変えてますので、この話もまあ後でというか、まあ、そのうちやりたいと思います。つまりこういう税制の問題というよりも生態系の保全を進めるためにはですね、こんな森林環境税がどうのこうのではなくて、林業そのものを抜本的に、林業政策そのものを抜本的に見直さなければダメということです。で、今再エネブームになってますけども、バイオマス発電というのは極めて森林に対しては悪い影響を及ぼす可能性が大きいというふうに思っています。一人一人の生きるに寄り添う税制、一人親控除、それから性暴力カウンセリングの医療控除についてということで、これはまあ別に意義を挟むようなことじゃないんですけれど、こういうところに寄せるべきことなのかなと。ここまで細かい話になるとですね、他にも山のようにあるんで、なんでこれだけなのっていう印象を持つわけですね。別に反対しませんけど、それからその次のこれいや、これダメですよ。生命保険旅行費、これもそろそろ廃止ですもん。あ、そうですか。これは生命保険会社のためにやっとるようなもので、廃止すべきです。例えばじゃあ代わりのものって言ったら、例えば学資保険とかですね。学資保険って子供が大きくなった時の教育費のためにといって親が積み立てていく保険があるんですよ。そういったものについて、まあ、少し控除するとかですね、まあ、そういう代替措置はあってもいいと思うんですけど、生命保険控除あっても、ね、いらないと思うんですね。それからその次、日本経済の、車の草の根を支える中小企業農林水産業税制と書いてあります。で、まず一つ目がですね、事業承継税制ですね。で、これはですね、非常に大事で、ここにはまあざっとしか書いてないのでですね、これはまあ全くその通りで、これは力入れた方がいいというふうに思います。で、悲しいことにですね、ここ10年か15年ぐらいでどん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 日本の中小企業、零細、個人商店も含めて少なく消えていってるんですよ。これはね、まずいですよ、まずい。まずい。多様性のある社会とかね、もうその人に雇われるの嫌で自分が自分でやりたいっていう人が事業も起こしていけるよ、そういう社会にしなきゃいけないので、で、まあ、そもそも今あるですね、その中小企業を潰さないで、できるだけこの税金はですね、猶予してあげて、続けていけるようにしてあげる必要があると。これはまあその通り。ところがですね、今度こっち、中小企業者の特別償却制度の継続等と書いてあって、で、ここにはですね、中小と農林水産業書いてあるんですよ。で、これについては私はですね、クエスチョンマークがなる、まあ、ネガティブなんですよ。で、こっちになってくると話が違っていて、要するにこれは中小企業とか農林水産業が投資をするときにですね、
まあ、税金を軽くしてやろうという話なんですよ。でこういうものは私がいつも言ってるように、いつも言ってるようにというか先ほど申し上げたようにですね、減税でやるんじゃなくて交付金でやってくださいと。交付金でこの中身を問わなきゃいけないので、この中小企業の特許消却といった時のこの投資ですね、設備投資ですね、中身を問わなきゃいけないので、こういうの税金でやらないでくれとか、中小企業庁でも何でもいいんですけど、まあ、こっちだと農林水産省ですかね、ちゃんとその交付金、補助金でもってやっていただきたいと思います。で、まあ、私はこっちの方は割と詳しいんですけどね、あの今から数十年前ですけど、あの会計検査院ってありますけど、国会あれがですね、地方にですね年に1回あの見に来るんですよ。ちゃんと補助金使っとるかどうか、今から数十年前でね、私それ見たことあるんですけど、もう受ける方は大変ですよ、ちゃんと使ってないからもう本当すごいんですよ。あのマイクっていうかね、そのトランシーバー持って今検査官そっち行きましたとか言ってやってるわけですよ。あそうかって言って、もうあのバレないように完璧に隠さなきゃいけないんでってな話です。だから補助金とかですね、そういうものについても、会計検査が入るものについても、今から数十年前の話ですけど、そんな調子なんですから。こんな税金でやられてたらですね、一体何やってるか分かりませんよ、これ。だから、これはやめた方がいい。こういう形じゃなくて、こういう制度そのものね、その投資をしたときに、その負担を軽くする仕組みを作ることは必要だとは思うんだけれど、それを税金でやるのはやめなきゃいけないと思います。それからもう一つはね、この農業者なんですよ、農業者。これ私これ読んだんですけど、皆さん、まあ、お手元のところにあるやつも読んでいただきたいんですけど、よく分かりませんでした。必要性がよく分からなかった。で、こんなことよりもですね、その立憲民主党は農業者に対してヒアリングすべきですよ。で、税法上何が困ってるのか。おそらく農業者もですね、林業者も漁業者も相続税の負担をすごく困ってる可能性がありますよ。それで、あの一つ言えるのはですね、あの都市近郊の緑地、あれ問題になりそうですよ。2023年だったかな、緑地制度が終わるんで、これどうするんだって話が。であれ宅地並みにしたらですね、ものすごい税金かかります。だからその緑地制度をどうするのかとかですね、その農林水産業を維持していく上での税法上ですね、非常に重要なのは、いわゆる事業承継というかですね、先代が亡くなった後、それをどうやって負担のない形で引き継いでいくのか、山林もそうですよ。あの そこが非常に重要なので、そのこういう 税問題についてこっちはですね、ある程度分かるんですけど、この農林水産業についてはやっぱり立憲民主ちゃんとヒアリングをした方がいい、それなりの人にですね、そしてこう打ち出した方がいいと思います。こんなのはもうさまつな話じゃないかと思いますね。それが2番目ですね。それから3番目、これも同じですね中古設備を含めるべきだと、まあ、そう思いますよ思いますけど、税金でやらないでという、そういうことですね。それから6番目、これ大事ですね。寄付に関する税制をもっとあの寄付社会になるように緩和する必要があるというふうに思います。これ大事だと思います。これちゃんとやった方がいいですというふうに思いますね。で、要するにその寄付をベースにした市民のビジネスっていうんですかね、あるいはまあ市民の公益活動、そういったものをもっとこう活発になるような仕組みを税のところで作るというのは非常に大事だというふうに思います。これはまあフードバンクもいいですね。これもこれもいいと思うんですけど、3番目のこれ、協同組合ってやつね、何と言ったら怒るでしょうね、きっとね。まあ、さして必要性を感じないと僕は思います。農協に税制優遇する必要あります？言ったら怒られるかな。それから7番目は奨学金の印紙税の非課税とか書いて、なんかちっちゃい話ですかね。まあそれでいいと思いますよ、ね、ちっちゃい話です。その次もフリースクールにとかなんとか書いていて、授業料への消費税非課税とか、まあこれもいいんじゃないかと思いますけど、ちっちゃい話ですね。他に書くことなかったのって言いたくなるんですけど、これこの8のこれもですね、非常に重要です。万が一の災害に備える税制ってやつで、要するに災害を受けた被災者に対してですね、この国は冷たすぎるんですよ。
冷たすぎる。でこれはまあ税金の話だけどね、それはもう災害によって失ったものについてはね、もう本当半永久的に、特に個人については半永久的に 損失控除ができるようにせんといかんでしょう。もう大変なんですから、ただでさえね。それ以外にもいろいろありますよ。その財務省はですね、その個人の資産形成につながるような行政支援はできない、しないとか言ってる。そんなものお前どこの法律そんなこと書いてあるんだという話なんですけどね、まあ、それもそうですけど、これも非常に大事な話で、これも真剣にやってほしいと。さっきの寄付税制と同じです。寄付税制とそれからその災害に対する損失控除、ここは火災保険とかです、損失保険のこと書いてるんですけどね、この辺がちょっとセンスを疑うところなんですけど、要するにその災害に対して税制が対応できるようにですね、考えてほしい。これ重要なところだと思います。が最後です。地方税制の実情に即した地方税制を見直せっていう。でこれはまあ民主党政権の時にですね、地方分権改革っていうのは一丁目一番地とかなんとか言ってたんですよね。あれでどっか飛んで消えてしまったんですけど、そもそも民主党政権が2009年にできたゆえんというのはですね、その前の小泉竹中時代におけるですね、三位一体改革というですね、とんでもない嘘つき裏切り改革でですね、地方が干上がったんですよ。あの時はですね、地方に自主財源を差し上げますと言ってですね、たった3兆円を、しかもその3兆円というのはですね、例えば教育費、義務教育費の補助金をカットして自主財源として渡すんですよ。そんなもの、国庫補助金が自主財源に変わったってやっぱり義務教育に行っちゃうじゃないですか。だからそんな自由に使えないお金をですね、あなたの自主財源だと言って国庫補助金を切ってですね、渡しておいて、その代わりにですね、地方交付税その他ガサーッと引き上げてですね、10兆円ぐらい引き上げちゃったんです。だから差し引き3兆もらって10兆取られて7兆円マイナス、もうやっていけなくなるわけですよ。その三位一体改革が起きる、やられる前でさえ地方財政って3割1だとか言われてたわけですからね。これをなんとか財源を地方に譲って、地方自治を充実させようと言って始めた三位一体改革が、まさにそういうですね、地方をですね、から金を吸い上げてですね、地方の首をぐーっと締める、そういう改革だった。それで苦しくなった地方は何をしたかというと、何をしろと言われたかというと、合併しろと。合併したら今まで職員が1000人いたのがね、3つか4つの市町村で職員が1000人いたのが500人で済むだろうと、こんなことです。でそれ言うだけじゃちょっとあれだからっていうんで、ここに書いてあるですね、財政臨時財政対策策って書いてあるんですよ。これ餌なんですよ、人参餌。これ前自分の目の前にぶら下げられてですね、で、もし合併したらお金あげると、そういう形で平成の大合併、市町村の数が半分ぐらいになりましたね。あれで、あの平成の三位一体改革で今の地方の窮状っていうんですね、シャッター通りとかですね、農林水産業がボロボロになっていくとかですね、ああいうになったのが、あれが一つのですね、大きな原因なんですよ。でここにある臨時財政対策債って何かっていうとですね、とりあえずお前が地方債発行してお金調達しとけて、でその地方債が償還になる頃に地方交付税でその償還金国からくれてやるよ、これが地方財政対策債。これですね、地方交付税交付金の流用ですから、補助金みたいにして使ってるわけですよ、合併進めるために。明らかなルール違反です、これ。こういうことをやるわけですよね。でこれだけじゃないですよ、地方交付税のいわゆる措置、交付税措置とか言ってですね、これはまだ自分で債権地方債発行しておけって話なんですけど、地方債発行できないところもありますよね、小さいところ。そういうところは交付税措置と言ってですね、露骨に交付税をお前のところ優先的にやるよっていう、こういう形をやる。だけど地方交付税というのはですね、いわゆるナショナルミニマムといって、どの自治体においても日本人であれば最低限の行政サービスが受けられるように、今昔で言うと総務省か、昔は自治省、昔は自治省、今は総務省ですね。総務省が計算をして、いろんな基本ニーズに当たる、ナショナルミニマムニーズに当たるものを机の上で計算、細かく計算をして、トータルこれぐらいの費用はいるでしょう、でお宅の税収はって言ったらこんだけしかないので、その差額
それをですね、地方交付税として差し上げますというのがですね、これが地方交付税の本来のあり方なんです。それを補助金のようにして使って平成合併するならお前ちょっと多めにやるよ、こういうことをやってる、ね、これが小泉時代にやったわけです。こういうことをやっていて、でそういう地方の疲弊政策に対してですね、全国から怒りがもう湧き上がってきて民主党政権ができたわけです。それであれですわ、ね、だからもう二度とああいうことしちゃいけないと、ちゃんと期待に応えないといけないわけです。政権交代したら地方分権一丁目一番地と言ってきたんだから、地方を財源をガッとお渡しするっていうことをやらなきゃいけなかったんですけど、やってないんですよね。だからまあもう一回それを今 やろうというようなことをちょっと書いてあると。でまあ大賛成ですね。で、ちょっと私から補足だけしておきますとですね、地方税に累進課税入れた方がいい。で今ですね、地方の住民税個人と企業で動きますけどフラットなんです。金持ちも貧乏人もみんな同じ税率、これやめた方がいいと思います。税率はやっぱり累進に切り替えた方がいい。だから逆に所得の低い人は、まあ、切り下げるか、課税最低限を引き上げるって非常に重要ですね。これほとんど言われないんですけど、課税最低限って結構低いですよ、ね、だからその課税最低限を引き上げていくっていうのが非常に大事なので、でその分税収がなくなるから、その分は所得のある人から取っていくっていうしなきゃいけない。つまり累進課税を地方税にも入れるとかですね。それからインフラの更新ですね、水道、上下水道も含めて、そういう財源ありませんので、地方先ほど言ってたように吸い上げられちゃってるので、だからそういう老朽化してくるインフラ、これは産業インフラだけじゃなくて生活インフラもそうです、生活インフラといってもですね、水道下水道だけじゃなくて道路というとですね、みんなうるとかなるんですけど、それは高速道路とかね、鹿とか熊が走るところですよ、それはね。そうじゃなくて自分の村集落の生活道路をですね、きちんとしてあげないと、ちょっと集中豪雨などバーッと崩れてですね、通行止めになったりするわけですね。あるいは橋が落っこっちゃう。だからそういう今老朽化してきている地方のですね、生活インフラ、あるいは、まあ、農林水産業を中心とした産業インフラを維持するための資金の確保を全力を挙げてやらないといけない。でその時に単に資金確保とか言うんじゃですね、またくだらない企業団地とか作る可能性があるので、地方はね、だからきちっと指導しないといけないですからね。目的に合ったその地方のインフラ整備に使える財源を確保するということが大事だと思います。で最後に、まあ、もう一回地方分権改革をもう一回やり直すということです。だから第一次分権改革っていうのが2001年ぐらいに終わってるんですけど、あの時はまだその地方のいわゆる国から言われてる事務をですね、その自治事務に、いわゆる何とか委任事務、何とか委任事務とかいうのを自治事務とかいうふうに名目上その地方分権の改革で実現したんですけど、今度は実質的に実現しなきゃいけないですから、権限と財源をドラスティックに地方へ移すと、経済産業省は解体ということです。国土交通省も解体、特に河川局、これは河川局と道路局が解体、こういうところはですね、残しておくとろくなことをしないので、3つ言いましたよね、経産省と国土交通省の道路局と河川局、この3つはですね、解体だと、解体してなくしてしまえと言ってるんじゃないですか。だから別の形できちんと仕事ができるようなスタイルにしてあげるということが大事だと。はい、それじゃあここまでして5分ぐらい残ってますので、経産省とかそういうところを解体するっていうのは、前に民主党の時に田中真紀子さんが、外務省は含まれてみたとかって言って、要するにその官僚がやっぱすごい抵抗してたんですけど、そういうのはどういうのと。大蔵省解体されましたよね。あれになられていいんです。あの当時最も最強の役所と言われた大蔵省解体できたんですから、
経済産業省がちょろいちょろい、国土交通省ちょろいちょろい、大丈夫です、抵抗はもちろんあると思いますけど、毅然としていればできると思います。なくしてしまえと言ってるんじゃないですか。先ほど申し上げたきちんと機能するような形にリフォームする。大変具体的な定義ありがとうございます。一つ質問したいのもね、脱炭素社会への転換を促進するね、やっぱり経済システム、税体系の確認、そういう意味でその協同組合のね、についてその協同組合の税制に、協同組合の手続き、これの政策について批判的だったんですけど、ドイツを見てみるとですね、非常にそのドイツではその再エネを推進する協同組合が非常に進んでるんですね。協同組合が担い手になってるんですよね。でこれ日本との違いでは一目瞭然。ただ私今八王子で市民発電を作ったんだけども、本当はドイツに習って協同組合にしたかったんだけど、ところがこれ協同組合ではその法人格が取れなかったんですね、発電事業ではね。でこれはもう結局協同組合行政が全部、農協が農林水産省、それから政協が厚生省っていう縦割りになっちゃってるわけですね。だからこれドイツ全部協同組合ついた一元化して監督官庁で、そういう形で協同組合を非常に促進してるんですね。それがやっぱり脱炭素法社会への転換に非常に大きな有効な制度になってるんで、まあ、これについては田中さんどんなふうにお考えになるか。脱炭素とか再エネ推進ということであれば、そのビジネスに、その事業に直接なんていうんですか、私の言葉で言えば交付金をして出していけばいいんじゃないかって思うんですね。だからその共同組合とかいう組織に対してですね、つかみ金みたいにしてバーンとこう減税で渡すんじゃなくて、交付金として渡していけばいいんじゃないかというふうに思います。で私が違和感を持つのは、例えば全農年収数兆円もあるわけですよ。それから農協とか行っても今ものすごいでかいですよ。預金量1兆円超えてるとこいくつもあるでしょ。もう言ってみると大企業なんですよ。だからいくら協同組合のスタイルを取っていてもですね、そういうところにですね、優遇税制ってあり得るのかなと素朴に思います。なので頭から私協同組合否定するところじゃなくて、いろんなやり方があると思うんですけれど、やっぱその協同組合の実態と、でその実態を国民に知っていただいた上でですね、どういう税制が適切なのかというのをよく考え直した方がいい時期に来てるんじゃないかというふうに素朴に思っているということです。はい、安倍政権の協同組合適切政策についてはもしけしからんというのを言っていますので、場合によっては農協を私がかばう時ももちろんあります。全農の利権化はね、やっぱりね、それ許せないと思うので、協同組合らしい改革は白いです、はいはい、日政協だって止められたものじゃありませんからね。日政協については20年以上前にがっかりしてるんです、僕もね。今日の件のもとも関係してるんですけど、じゃあこれでちょっとこれで、ね、時間がもう来たったので、ちょっとここで5分切って川田先生に交代させていただきますので、どうもありがとうございました。